速報、急展開、二度目のオファーも拒否されたアーセナル、王者参入で補強失敗か？注目のデクラン・ライス去就。連日報道されているデクラン・ライスさんの去就、チームも 99% 移籍するとコメントも残しているので移籍はまず間違いないだろう。これまでアーセナルへの移籍が濃厚と見られていたが、なんと2度目のオファーも拒否されてしまった模様。そしてなんと、王者マンチェスターシティもライス争奪戦に参戦した模様。先日ギュンドアンさんのバルセロナ移籍が発表となったシティは、その補強としてライスさんの獲得を望んでいるとのこと。現地ではマンチェスターシティが優勢との報道も上がっているという。若干24歳にしてチームキャプテンのライスさん、今季は公式戦50試合に出場している。個人的にはシティに移籍するのではと思っています。ベルナルドもバルサ希望してるし補強必須やろな。ライス加入したらマジで熱い。ムガイとベルナルド揃ってバルサになるんかな。アーセナルには負けんやろ。いろいろ問題あったから意外とアーセナル行くかもな。ユニもアーセナルの方がしっくりくる。なんかアーセナルかわいそうやな。カイセドといいライスといい。本人はアーセナルの方がいいと思ってそうだけどね。ハバーツよりも優先するべきやろここ。ライスもアーセナル不安しかないな。カイセドかライスはどちらかは絶対条件やで。マジでシティにライス移籍したらなんか確定やろが。